8割寄せ2割が冗談、ギター芸人ダオです。この YouTube 動画を毎日更新するようになって1ヶ月を超えて、来てくれる生徒さんたちにちらほらね、毎回 YouTube 動画見てますと、楽しみにしてますとか、そういった声をいただけるようになってきました。本当にどうもありがとうございます。この僕が話していることっていうのは、まあ、今ねアーティストとして頑張ってる人とか、音楽家になりたいとかっていう人とか、まあ、プロはまあ問わずそういった人に向けてお話をしているんですけれども、まあ、どんなことでもつながったりとかするので、メンタルの部分とかも話してるんでね、ぜひですね、もっと広めたいなと思っているんです。で、生徒さんたちお願いなんですけれども、この動画を開いたらですね、いいねボタン、グッドボタンを押していただく、これまず一つのお願い、はい、それと、チャンネル登録をして、更新を待ってほしいなと思うんです。で、もっともっと余裕がある人はコメントを入れていただければ超嬉しいです。はい、そして、もっともっともっと余裕がある人は Facebook とか Twitter とかで、動画をシェアしてくれたらすげえ嬉しいです。ぜひですね、このギター芸人ダオの YouTube チャンネルを広めていただいて、有益な情報しか流していませんから、今のところ8割薄で2割冗談って言いつつよ。なので、未来の音楽業界のためにもぜひです、このチャンネルを広めていただければと思っております。どうかよろしくお願いいたします。はい、それとですね、最近生徒さんからすごいいろいろなものをいただけるようにもなってきました。クリスマスの時にいただいたものが、ブログにも書いたんですが、こちら、はい、プロテイン、素晴らしいよね、この生徒、俺のことをすげえ分かってる、マジ最高で。ね、このプロテインね、美味しいんですよ。クッキー&クリーム風味って、なんかオレオみたいなね、粒々が入ってて、これほんとプロテインかっていうぐらいの、最高の美味しさを誇っております。はい、ありがとう、マジ大好きこのプロテインで、これくれた生徒のことも大好き、ありがとうございます。それから今日は、12月28日、あるスクールの僕が最後に勤務する日だったんですね。年内1年間お世話になりましたということで、なんとなんとスクールでブースで開けちゃったんだけど、こんな素敵な詰め合わせセット見てください。これ日本酒と缶詰の詰め合わせ、これいただきました。ほんとマジありがとう。もうね、この人もね、この生徒さんもすごい頑張っていて、なんか今ジャズギターとかやってるよね、ソロギターとかで弾くような感じ、歌も上手くてすごい、あの頑張り屋さんの生徒なんですけれども、これなんだこの日本酒は、なんかすごい良さそうな感じですね。これともう一本入ってますよ。はい、これサバデッシュ、サバデッシュだって。ほらすごいね、これどんなんだろうね、ちょっと飲んでみたいね。それから缶詰ね、もう最高じゃねえか、最高じゃねえか、見てこれ、こんなのうまいに決まってるよね、これね、うん、いいね、もうタンパク質って感じだね、タンパク質。それからもう一個、これは何ですか、サバ缶だ、サバ缶最高じゃねえか、サバ缶最高でしょ。はい、これもタンパク質ですね、いいですね、もう最高。なんか彼ね、あの甘いお菓子を選ぼうかと思ったんだって。だけど、あの俺のツイッターかブログか、この YouTube チャンネルか分かんないですけども、筋トレやってたりとか、食事制限とかしてるってことで、ってことで多分タンパク質を、ね、選んでくれたんだと思うんですよ。本当ありがとう、マジ感謝です。ゆっくりいただきたいと思います。それからもう一つあるんですけども、実は12月27日私の誕生日でした。で、誕生日知ってたのかな、ちょっと分かんないんだけど、あの誕生日の前の日かなんかに、あのスクールの方に来てくれてたみたいで、僕いなかったんだけど、で、あの小田先生に渡してくださいということで今日受け取ったんですね。で、そのね、あの物を見せる前に、その生徒さんね、あのライブとかをすごいねアクティブにやる生徒さんで、なんかイベントごとがあるとすぐにこう参加しますみたいな感じで、ライブ月に何本もやってるような生徒さんなんですよ。で、僕の生徒ということで、しっかり MC で笑わせよということはいつも言ってるんですね。必ずその短い時間の中で、ふた笑いしてこいよ、させてこいよっていう、そういう風な指令を出しているわけですよ。はい、で、毎回毎回 MC しっかり考えてちゃんと笑い取るような生徒なんですね。で、そんな彼が選んだプレゼントがこちら、帽子、マジありがとう。俺すげえよく帽子かぶるからマジで感謝なんだけどさ、これなんだよ、このこれどこにかぶっていけんだよこれよ、何これ、
和道流空手道っていう帽子これなんなんこのセンスのなさ、最高じゃねえかこれ。マジこれどこに被っていけんだよマジでさ。どう似合う、すげえ怪しいだろこれ、めっちゃ怪しいじゃねえかこれ。 すごいなこれ完全に捕まるやつよねやべえぞこの帽子のセンスねえ、もうほんとね、これ見た瞬間俺も大爆笑しましたよ。なんだよこれって思ったもん。でも本当にありがとうございます、感謝です、ありがとうございます。はい、手話で感謝ありがとうってこうやってやるんですよ、覚えておいた方がいいですよ、こうやってありがとう。はいはい、ということでね、皆さんから本当にね、いろんなものをいただいたりとか、あとこの YouTube チャンネル評価していただいたりとか、本当に、ありがとうございます。これからもね、ますますね、いい情報を流していきたいと思いますので、ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録ね、それから、できればコメント、それから SNS でのねシェアなんかもしていただけると本当にありがたいと思いますので、いい情報をねどんどんまき散らしていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひ応援の方よろしくお願いいたします。今日はここまで、バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくお願いします。